バイオハザードには、1998年にカプコンより、プレイステーション用として発売された、ホラーアクションアドベンチャーゲーム、バイオハザードシリーズの第2作である。後に、任天堂 t e n 64、ドリームキャスト、Windows、n i n t e n d ー g a 向けに移植され、2007年には、ゲームアーカイブスでも配信されている。2019年1月25日には、リメイク版が、 バイオハザード RE2 のタイトルで発売された。本編シリーズとしては、1996年発売の前作、バイオハザードから約2年ぶりとなり、現実の西歴とゲームの西歴が一致するようになった。時系列としては、前作の2ヶ月後に一致しており、舞台も、前作の閉鎖的だった洋館から一転して、開放的でより規模の大きいラクーンシティに変わっているが、 前作と目的は変わっておらず、偶然バイオハザードに見舞われた日にラクシテしてきた新人警官のレオンエス・ケネディや女子大生のクレアレッドフィールドを操作して壊滅状態の街を探索し、遭遇する様々なクリーチャーに対処しつつ、各種アイテムを駆使して街から脱出することが目的となっている。一のヒットを受けて開発が始まり、一時は完成目前まで進行していたが、 そのバージョンは没案となり、新たに作り直されたものが2として発売された。パッケージには表示されていないが、セロの年齢区分によりセロ、シートされている。PS 版は国内215万本以上、全世界で496万本を販売した。これは本シリーズ中、歴代4位の売上数となる。一般人が主人公のバイオハザードというコンセプトは、 バイオハザードアウトブレイクへ引き継がれた。1998年7月25日、ラクーンシティを震撼させた連続猟奇殺人事件、洋館事件は、ラクーン死刑に所属する特殊部隊、STARS の投入によって解決されたが、圧力により詳細が公表されることはなかった。時が過ぎ、人々が事件の恐怖を忘れ去ってゆく中、怪物の目撃団や、 人食い病と呼ばれる奇病などの異変が市内で発生するようになる。行方不明となっていた s t a r s ァチームのヘリが帰還。保護された隊員は衰弱しており、警察病院から州の総合病院へと移送された。彼らの証言から大手製薬会社アンブレラに捜査が入り、生態実験の実態が明るみ出た。そんな折、事件から2ヶ月後の9月29日、 ラクシティに向かう二人の人物がいた。一人は、ラクーン警察署の新人警官、レオニエス・ケネディ。洋館事件に興味を持ち、自ら配属を志願したが、前日に酔いつぶれて、夕方からの出勤という第一国を犯してしまった。もう一人は、女子大生、クレア・レッドフィールド。恩診不通となった兄の STARS 隊員、クリス・レッドフィールドを探すため、 ラクーンシティを訪れた。しかし、ようやく到着した二人は、町が突如発生した皮膚病が驚異的なスピードで進行し、町の人間が次々とゾンビと化した市民で溢れかえる様子を目の当たりにする。町の中央に位置するラクーンポリスデパートメントも、例外ではなくゾンビの襲撃を受け、警察としての機能を停止していた。 ゾンビから逃げる中で出会ったレオンとクレアはパトカーで警察署へ向かうが、その途中に車内に潜んでいたゾンビに襲撃されて、パトカーは大破し、さらに暴走したタンクローリーが衝突して炎上してしまう。分断されたレオンとクレアは、それぞれ別の道を進んで、警察署へたどり着くが、そこもすでに壊滅状態となっていた。瀕死のマービン巡査や署内にあったクリスの日記から、 この異常事態が製薬会社アンブレラの開発した生物兵器 T ウイルスの蔓延によるバイオハザードであることが判明する。書内で合流したレオンとクレアは他の生存者と脱出手段を見つけ出すため手分けして書内を調査する。調査の過程でレオンは恋人を探しに来たという女性エーダーオンとクレアは母から警察署へ逃げるよう連絡を受けてたどり着いた少女シェリー・バーキンと それぞれ運命的な出会いを果たす。初内にはまだ数人の生存者がいたが、徘徊する謎の怪物に襲われて殺害されてしまう。レオンとクレアはそれぞれ別の場所で怪物と交戦し、これを退けて下水道へ降りる。下水道へ降りると、シェリーの母であるアンブレラ研究員、アネット・バーキンと遭遇。彼女は町のバイオハザードがアンブレラ上層部の派遣した。 特殊部隊による襲撃が原因で、シェリーを追跡する怪物の正体が、致命傷を負った夫のウィリアム・バーキンが、死の間際、自作の新型ウイルス、G ウイルスを投与したことで変貌した、G 生物であることを告白する。夫の研究を守ろうとする、あまり疑心暗鬼に陥っていたアネットは、シェリーを保護したクレアにさえ敵意を向ける。レオンとエダ、クレアとシェリーは、 戦いの中で絆を深めてゆく。しかし、エーダはアンブレラとは別の組織から G ウイルスを脱出するために派遣されたスパイだった。レオンを愛するようになっていたエーダは事実を知って驚愕する彼を完全には裏切れず、混乱の中でレオンをかばって力尽きる。アネットもまたち名称を追い、クレアにシェリーを託して息を引き取る。そして、レオンとクレアはシェリーを連れて、 地下研究所で、貨物列車を発進させると、もはや原型を止めない姿と化して、なお追ってきたウィリアムを完全に撃破し、落シしてからの脱出に成功する。朝日を浴びながら、クレアは兄を必ず探し出し、レオンはアンブレラと戦うことを決意する。本作は、前作、一同様に二人の主人公が存在しており、どちらかを選択して一度ゲームクリアすると、 開始時に選択しなかった方の主人公の物語で、ある裏シナリオをプレイ可能なセーブデータを作成できる。表での行動の一部が、裏での行動の一部に影響を及ぼすザッピングシステムが採用されている。裏をクリアすると、今度は表で開始できるセーブデータを作成でき、各種武器解禁などのおまけ要素を引き継げる。表で開けたはずの鍵を裏でもまた開けなければ、 ならなかったり、表で取ったはずのアイテムが裏でも同じ場所に置かれていたりする矛盾があるが、表に対して裏はパラレルワールドという位置づけであるため、これは矛盾とは言えない。また、裏シナリオで S ランクを取ると、隠しシナリオであるザ・ホース・サバイバーが出現する。また、表裏表裏表裏と三巡以上クリアし、なおかつ T4S が出現済みであれば、 ザドーフサバイバーがプレイ可能になる。レオン編とクレア編では登場する武器が大きく異なる。また、レオン編のみ、所持武器に対応したカスタムパーツを組み合わせたり、改造することで武器を強化できる。本作では、イージーとノーマルの難易度を選択できるようになった。デュアルショックバージョンをはじめとする移植版には、これら以外の難易度が収録されているものもある。イージーでは、 敵の HP が少なかったり、表プレイ時のみ、ルーキーファイルを閲覧できるといった利点がある一方、隠し要素を利用できないといった制約がある。体力は、ステータス画面で、心電図として表示され、具体的な数値は明示されない。主人公の最大 HP は200と設定されており、残りの HP に応じて、心電図の状況が、ファイン、コーション、コーション、デンジャーと変化する。 また、ダメージモーションが導入されており、心電図の変化に応じて、キャラクターの動きが変化する。心電図が、コーションになると腹を腕で押さえて移動するようになり、移動速度が少し落ちる。デンジャーになると足を引きずりながら移動するようになり、移動速度が大幅に落ちる。プレイヤーの HP がなくなるか、パートナーが死亡した場合は、ゲームオーバーとなる。エクストリームバトルは、 デュアルショックバージョンに追加されたミニゲームであり、ある条件を満たせばプレイできるようになる。プレイヤーは、レオン、クレア、エーダ、イチノクリスの4人から1人を選択し、プレイする。ゲームの目的は、研究所から RPD へ向かって書内に配置された4つのタイウイルス爆弾を回収することであり、4つ回収した時点でクリアとなる。3段階のレベルでプレイできるが、 レベルが高いほど G 第4形態などの強敵が多数配置される上、レベル3ではクリーチャーの体力や攻撃力が激増する。装備品の内容はキャラごとに異なる。インクリボンの使用可能数はレベルによって異なるほか、アイテムボックスにナイフが配置されている。また、各種アイテムやクリーチャーは例外を除いてランダムに配置されている。バイオハザードシリーズの登場人物。 およびリンク先の個別項目も合わせて参照。1.5の登場人物レオン編とクレア編では登場する武器が大きく異なる。なお、前作ではベレッタやコルトパイソンなどメーカーやモデル名をそのまま使用したものもあったが、本作ではハンドガンやマグナムといった大まかな武器の種類に統一されており、以降のシリーズでもこれは踏襲される。本作に登場するクリーチャーは、 実験により生み出された生物兵器 POW ではなく街中に広がった T ウイルスに感染してしまったものがほとんどである。ウィリアム・バーキンが G ウイルスを自らに投与し G 生物と化したもの。蘇生が知られていることから作中では主人公や登場人物から一貫してウィリアムと呼ばれる。山中の洋館という閉鎖空間が舞台だった前作とは異なり。 本作では、ラクーンシティそのものが舞台となる。本作の開発は、1の完成から1ヶ月後の1996年、初頭に開始され、同年7月に開かれた V ジャンプフェスティバル96にて、初めて情報が公開された。この時のバージョンは後に、プロデューサーの三上真嗣によって、バイオハザード1.5と呼ばれており、製品版にあたる、にと、内容が大きく異なる。 1>, 1の2ヶ月後にラクーンシティでゾンビが大量発生する点などは2と変わりないが1.5はゾンビに支配されたビルの最上階から脱出するというシナリオでありアンブレラは違法な実験によってすでに閉鎖しているという設定だったほか1.5にしか登場しない人物もいた開発チームは1と同等の恐怖を生み出そうと模索し 二人の主人公が今までに経験したことのない恐怖にさらされる状況を作り出すことを考え、警察官のレオン・ケネディと女子大生レーサーのエルザ・ウォーカーを主人公に据えた。彼らのストーリーに接点はなく、パートナーとなる人物は二人用意されていた。レオンのパートナーは先輩警察官のマービン・ブラナーとリンダであり、エルザのパートナーはシェリー・バーキンとジョンだった。 キャラクターデザインは、大石にさおと下鎌漁師が担当しており、実在の人物や動物などをもとにしていた。例えば、レオンは大石が飼っていた、ブラッドハウンドをもとにしていたほか、アネットは女優のジョディ・ホスターをもとにしていた。1.5における警察署のデザインは、よりモダンで、リアリティのあるデザインであり、面積は2に出てきた時よりも狭かった。また、 レオンの先輩警官であるロイをはじめ、襲撃を生き延びる警察官の数も多かった。1.5では、プレイヤーの恐怖心を煽るために一度に、大勢の敵を出現させられる、要、敵キャラクターに使うポリゴンの数も低く抑えられていた。また、状況に応じて、音楽やプリレンダリングした背景が変化するという演出も採用された。 主人公には防御力やアイテム所持数を増加させる、防護服などの装備を得られる機能も採用されたほか、主人公のポリゴン数は装備や敵キャラクターからのダメージの度合いによって変化する仕組みだった。1.5の開発は40から50人体制で行われ、彼らは後にカップコンプロダクションスタジオ4の一員になった。ディレクターの神谷秀樹率いる開発チームは、 若手社員を中心に構成されており、その大半が前作のスタッフだった。開発初期、プロデューサーの三上と神谷の間には創作上の不一致があり、三上は自ら指示を出して開発チームに影響を与えることを一時は考えたものの、最終的にはプロデューサーとしてチームを監督する立場にとどまり、月に一回進捗状況を見せるよう開発チームに命じた。 個々のデータ自体の出来は悪くない一方、それらを組み合わせても満足のいくものにはならなかったものの、三上は1997年5月の発売予定日に向けて、これらのデータを組み合わせるのだろうと考えた。だが、それから間もなく完成度が60%か80%に達したところで1.5の開発データは廃棄された。プロデューサーの三上晋司が辞表を用意し、 開発中止を訴えたという。後に、三上は、前日の期間で、満足のいく仕上がりにならず、遊んでいてもつまらないものになるだろうと判断したと、振り返っている。プロデューサーの三上真嗣三上は、1.5で、バイオハザードの物語を完結させるつもりだったが、制作葬式の岡本義樹から、話がまとまりすぎていて、続編を作るのに支障があるという指摘が上がった。 岡本は本作をガンダムシリーズや007シリーズのような大型シリーズにするためシリーズ内の複数の作品が共有できるような世界観を作り上げることを約束した。開発チームによるシナリオの書き直し作業が進まなかったことから岡本はメタルヒーローシリーズなどで知られる脚本家の杉村マスを2のシナリオライターに起用した。杉村は 一のストーリーを非常に気に入っていた。杉村は使用期間という形で雇われていたが、杉村がスクリプトのトラブルの解決策を提示したことによって、岡本からの信頼を得、その岡本からシナリオ全体の改善について相談を受けた。その結果、エルザの代わりとなる主人公として、一の主人公、クリスの妹であるクレアが起用された。 カップコンから提示された200万枚の売り上げ目標を達成すべく、神谷は新規ファンを獲得するため、ストーリーをハリウッド映画のような大げさなものにしてはどうかと提案した。単なるハリウッドの真似は避けたいと考えた岡本は、杉村に三上ら開発スタッフと話し合うよう頼んだ。2のメインシステムの担当者だったアボヤスヒロは2018年12月の 合同インタビュー中で、杉村について、バイオ2のシナリオを詰めるときに、杉村さん、神谷とのミーティングに、僕も参加していたんですけど、杉村さんはすごく面倒見が良い方なんですよ。フランクな方でお仕事でご一緒するのはすごく、楽しかったんですよ。と振り返っており、カプコン CS 第一開発統括第一開発部ディレクターの門井和則も、安保のコメントに同意している。 企画担当者たちはゲームデザインを根本から作り直し、プログラマーをはじめとする残りのメンバーはディレクターズカット版1の開発に当たった。ディレクターズカット版1は2の発売延期のお詫びを兼ねており、1.5の一部映像や2の体験版が収録された。1.5の開発データのうち物語の上で重要な場所は、 日本の街にある西洋風の建物の内部の写真のデータをもとにビジュアルが強化される形で2に流用された。背景の作成には o ニというソフトウェアが用いられ、一つの背景のレンダリングには2から3週間を費やした。一度に画面上に表示できるゾンビの数は7体に限られたものの、これによってレオンとクレアに使われているポリゴン450個を 有効に活用することができた。敵キャラクターは目に見える傷をつける代わりに重傷を負ったことを示すためによろよろと歩くように設計された。また、これとは別に目玉としてザッピングシステムが導入された。このシステムはバックトゥザ・フューチャーパートににおいて前作バックトゥザ・フューチャーを異なる視点から見るところにヒントを得ている。1のディレクターズカット版同様。 本作のセリフも、また英語で収録された、まず台本を日本語で執筆し、それを日本人が英語に翻訳する形で、キャスト用の台本が作られた。それから、カットシーンが完成する前の段階で、カナダ出身の声優による収録が行われた。英訳されたセリフは、ネイティブスピーカーから見ると若干おかしな言い回しだった。上、声優への指示も、 日本人が聞き取れるようにしっかり発音してほしいというものだったため、妙に大げさな言い回しになってしまったのではないかと、カプコン CS 第一開発統括第一開発部のディレクター角井和則は、プレイステーションブログとのインタビューの中で振り返っている。ムービーパートは、アクションフィギュアを用いたストップモーションアニメとして撮影された後、コンピュータグラフィックに落とし込まれた。この時点までに、 映画のモデルを完成させることはできなかったため、彼女は主要人物の中で唯一プリレンダリングされたムービーシーンには登場しなかった。また、開発用のポリゴンモデルを流用し、各種シナリオの一つであるザ・ドーフ・サバイバーの主人公に仕立て上げた。テレビ用コマーシャルはゾンビ映画の第一人者であるジョージ・エロメロが監督し、レオン役としてブラッド・レンフロが出演した。なお、 1.5のゲームエンジンは2のプロモーションなどにプロデューサーとして関わった稲船刑事がせっかく作ったものを捨てるのはもったいないとして引き取り鬼武者の開発に役立てた2の音楽には上田正美、水田忠、内山修作、西垣春が参加した彼らは絶望を基本的なテーマに据えることを決めたリードコンポーザーに任命された上田はモチーフを 設定し、内山は探索パートや、ムービーパートに向けた、恐怖感のある音楽を作ることを任された。反用性のある3拍子で構成された、メインテーマは、ライトモチーフとして、プロローグ、ラクーンシティ及びザ・サード・マル・フォーメーション・オブ・ジー、といった複数の楽曲にも流用されている。舞台の雰囲気に合わせ、おどろおどろしい環境音楽から、インダストリアル・ミュージックまで、 様々なジャンルの音楽が使われた。例えば、ラクーン式市街地の場面では打楽器を強調した、ミリタリー調の音楽が使われた一方、警察署の場面では、不吉なピアノの音色が使われた。また、物語上の重要な場面では、ブロックバスター映画で使われるようなオーケストラが使われた。2のアルバムは、1998年1月と8月に、それぞれ発売された。 1>, 1月に発売されたバイオハザードにオリジナルサウンドトラックでは、作中で使用された曲の大半を収録している。一方、8月に発売されたバイオハザードにコンプリートトラックでは、バイオハザードにオリジナルサウンドトラック未収録曲に、加え、オーケストラメドレー、効果音、音声集、さらには、音響スタッフへのインタビューも収録された。 バイオハザードにオリジナルサウンドトラックでは、欧米において、レジデントエビルにオリジナル、サウンドトラックという題名で発売され、このうち北米版については、ザ・ビジニングオブストーリーという楽曲が4トラックに分かれて収録されている。2の楽曲のうち5曲は、新日本フィルハーモニー公共楽団のライブセディビ、ハザードオーケストラアルバムに収録されている。また、 ピストン西沢は2のメインテーマをエレクトロニックミュージック調にアレンジしており、後にバイオハザードにリミックスメットモーフォージーズとして発売した。2は日本国外ではデジデントエビル2として発売された。このうち北米版のゲームオーバー画面はオリジナルで採用が見送られたものが用いられており、さらに暴力的な演出となっている。また北米版は 対借によって売り上げに影響が出るのを防ぐため、オリジナルのによりも高い難易度が設定された。ただし、ドイツで発売されたバージョンにおけるゲームオーバー画面は日本版と同じものが用いられているほか、ドイツ版では出血や欠損表現が一切なくなっている。ロシア版ではキャラクターのセリフがロシア語に吹き替えられている。また、本作と一が同梱されたパックが、 pc で発売された。オーストラリア版やニュージーランド版では自動照準が使用可能であり、主人公や敵の地の色が初期設定では緑色になっている。モビメントジリッチ・チービリーというイタリアの政治団体からの暴力描写に対する批判を受けにはイタリア国内での販売が一時禁じられ、発売前のソフトウェア5500部はイタリア財務警察によって押収された。 ソニーコンピュータエンタテインメントから欧州の最高の求めに応じ数ヶ月後に2の発売禁止は解かれた。ドリームキャスト版ではキャラクターの状態をビジュアルメモリーユニットで確認することができた本作はプレイステーション用ソフトとして発売された後タキシュの移植が行われた。まず1998年8月6日にはプレイステーションの振動機能である。 デュアルショックに対応したデュアルショックバージョンが発売された。同バージョンにはミニゲームエクストリームバトルや北米版の難易度をもとにした USA モードが収録されている。また初期装備を無限サブマシンガンに変更したルーキーモードも収録されており、このモードでのアイテムボックスには救急スプレーが3つと隠し武器が用意されている。デュアルショックバージョンは Windows 95-98版をはじめとするタキシエの移植のベースとしても使われている。Windows 95-98版では振動機能を除くデュアルショックバージョン版の機能がすべて搭載されている。他、キャラクターやオブジェクトのテクスチャマッピングが見直され、640-480ラインの解像度に最適化した鮮明なものとなった。管も、 違和感の少ない自然なものとなっている。解像度を320ドット240ラインに落としたり画面演出を簡略化するなどビデオカードの性能に合わせた柔軟な調整も可能となった。またドアの開放やはしごの昇降の画面演出を途中でスキップする機能も追加された。さらに起動メニューにギャラリーが追加され、 ゲームのクリアに合わせて閲覧できるムービーやキャラクターの CG モデル、開発資料などの数が増える仕組みが取られた。Windows 95、98版には北米版と同じ難易度になるアレンジモードが収録されており、ゲームオーバー画面も北米版に準拠したものに変更される。なお、アレンジからハードを選択するとドリームキャスト版に収録されているナイトメアモードに相当する。 難易度に変更される。2006年2月、WindowsXP に対応した PCDVD 版が、ソースネクストのクオリティ1キュッパーシリーズの一環として、日本国内限定で発売された。セガサターンへの移植は計画されていたものの、ハード性能の不足から1998年10月に開発が中止された。その後に発売されたドリームキャスト版は、Windows95。 98版を元にしており、高難易度モードをはじめとする PC 版と同等の機能に加えて、ビジュアルメモリからキャラクターの状態をリアルタイムで確認する機能が追加された。また、ドリームキャスト版のうち、日本で発売されたものについては、バリュープラスという副題が付けられており、バイオハザードコード、ベロニカの体験版が収録されていた。n i n t e n 64版には、 カートリッジの容量の制約の中で高画質を実現した一方、音声、動画を圧縮せざるを得なかった。64パン2の開発には1年の期間と100万ドルの予算を費やした。64パンの開発メンバーは9人のフルタイム、労働者とエンジェルスタジオからのパートタイム労働者で構成されており、そこからさらにカプコンプロダクションスタジオさんと ファクター5から10人のスタッフが応援に来た。64ンには、隠しコスチュームや地の色の変更機能を追加に加え、アイテムの位置がランダムに変更される、ランダムモードなどが追加されたほか、従来のラジコン操作をアナログ操作に変更する機能も追加された。また、バイオハザード3の開発スタッフである鉄路大山による EX ファイルが追加された。これらのファイルには、 バイオハザード例のレベッカの報告書やバイオハザード3ラストエスケープのダリオの遺書などが含まれている。4つのシナリオにおいて裏コマンドも追加されており、隠し要素の中には当時開発中の作品に関する情報も含まれていた。64パの解像度は画面内に表示されているポリゴンモデルの数によって変動したが、メモリー拡張パックを導入することにより、 最大で640-480画素を実現することができた。それに加え、64版では、キャラクターのアニメーションをより滑らかでキレのあるものに補正したほか、3D モデルのテクスチャの遠近補正も行われた。64版の音楽には、ドルビーサラウンドが使われており、クリス・ヒュルスベック、ルドルフ・ステンバー、トーマス・エンゲルが BGM データの変換作業を行った。 開発チームは、プレイステーションの時よりもサンプリング周波数が高い、サウンドセットを新規に作成し、高い音質を実現した。その一方、エクストリームバトルをはじめとする、デュアルショックバージョンの要素は64ンには収録されなかった。また、エンディングの音楽は、表編みと裏編みの双方とも、クレジットラインのみが使われ、リザルト画面で流れる楽曲も、 クレジットラインに変更されている。ゲームキューブ版は、デュアルショックバージョンの内容をそのまま収録すると、同時に、イベントのスキップ機能などが追加された。また、ゲームスタート時のタイトルコールが、1リメイク版以降のタイトルコールを担当している、ボードセクストによって新読されたものに変更された。この変更は、GC 版、3および、バイオハザードコード、ベロニカでも行われている。 1998年後半にはタイガーエレクトロニクスからゲーム .com 版が発売された2.5次元のスプライトで描かれたこのバージョンはレオン編のシナリオしかなくオリジナル版にあった多くの要素が取り除かれた2013年2月何者かの手によってビルド版1.5がインターネット上に流出したオリジナルにあたるプレイステーション版には2007年に 日本のプレイステーションネットワークで配信された。2009年には、北米のプレイステーションネットワークにて、デュアルショックバージョンが配信された。テッド・アダムズとクリス・オプリスコによる漫画ラクーン、シティー・ RIP&A New Chapter of Evil が、レジデント・エビル・ザ・オフィシャル・コミックブック・マガジンの1及び2に掲載された。 1998年2月から1999年4月には、生歌、キキニという題名で、全60話の関東語の漫画が刊行された。また、台湾で刊行された、アクレイコフォ2は、2のストーリーにロマンティックコメディ要素を取り込んだものとなっており、レオン、クレア、エーダの3人に焦点が当てられている。1999年には、2のストーリーを元にした。 レジデント・エビル、シティ・オブ・ザ・デッドが、ポケットブックスから発行され、日本では、風間賢治のわけで2005年に、バイオハザード3死者の街という題名で発行された。バイオハザードにドラマアルバム、小さな逃亡者、シェリー及び、バイオハザードにドラマアルバム生きていた女、スパイ・エーダは、1999年に、ラジオ大阪で放送されていた、飯塚真由美の目が、 トンスマイル内のラジオドラマをそれぞれそれ CD 化したものである。これらのドラマ CD の内容はハンクの所属に関する設定を除いてその後のシリーズ作品には反映されなかったためパラレルワールドに位置している。イギリスのスティームフォーゲドゲームズによりカップコン公認の元ボードゲーム化した。クラウドファンディングサイトキックスターターで制作費を募集した結果、 80万ポンドが集まり、すべてのストレッチホールを突破した。携帯電話ゲームレジデントエビル、アップライジングには2のダイジェスト版が収録されており、ダイジェスト作業はメーガン・スウェインが担当した。2010年に発売されたバイオハザード・ダークサイド・クロニクルズでは、滅びし町の記憶という題名で、同作のシステムに合わせてアレンジした上で2の4つのシナリオを再構築したものが、 収録されている。内容は、レオンの階層という設定であり、にとは異なる点もある。2は、批評家からも広く受け入れられ、オリジナル版にあたる、プレイステーション版は、メタクレティックにおいて100点満点89点を記録した。批評の多くは、世界観、設定、グラフィック、音声を肯定的に評価した一方、操作性や声優の演技、 一部のシステムに対する指摘もあった。イグンのリカルド・サンチェスは、世界観が完璧だと述べ、グラフィック、効果音、音楽、レベルデザインがうまく噛み合った結果、おぞましい世界観が出来上がったと述べている。ゲームスポットのライアン・マクドナルドも、サンチェスと同様の評価に加え、普通のビデオゲームよりもより双方向性が強く、映画を見ているようだったとし、 ハリウッド映画のような雰囲気があったと述べている。ポール・マリソンは、コンピュータービデオゲームズに寄せた記事の中で、2の世界観やストーリー、映画のような演出が素晴らしいと述べている。マリソンはストーリーについて、取ってつけたようなところがあるものの、スクリプトからは、堅実さを、語り口からは気骨を感じたと述べている。ゲインプロのスタッフであるマイク・ウェイガンドは、 ドラマチックで面白いストーリーとうまくまとめられた魅力的な会話を評価した。電撃プラシャンドップスソフトレビューでは65、75、80、90の310点が付けられた。d p s ソフトレビューのレビュアーは怖がらせるタイミングが前作より上手になった点や、二人の主人公で異なる視点で行動ができることや二度目の操作ができる点などが評価された。 75点をつけたレビュアーも、最も楽しめたが点数に、物足りなさを感じる人もいるかもしれないとした一方で、前作が好きなら、十分楽しめる、ホラー好きにはたまらないとした。イグンのサンチェスと、ゲームスプリのブライアン・デイビス、そしてユーロゲーマーのマーティン・テイラーの3人は、ザッピングシステムによって、2を何度でも遊びたくなるようなものに仕上がったと評価している。マクドナルドは、 表シナリオ内での行動が裏シナリオに影響するというコンセプトはかっこよかったものの生かしきれていなかったと指摘している。多くの批評家は2のグラフィックは1から大幅に強化されたと評価している。サンチェスとベイガンは細部の情報に加え双方向性が増した結果背景のプリレンダリング技術は1から大きく進化したと評価している。マクドナルドは CG モデルによるアニメーションは真のリアリズムに達したと評し、主人公の健康状態を自然に表現するのに、ボディランゲージを使用した点について、好意的な評価を寄せた。エルゲームのショーン・サクンハイムは、2のグラフィックには最高得点を与えるに値すると、述べ、背景は完璧なまでにレンダリングされ、カットシーンは芸術品だとし、 滑らかなアニメーションが不気味さを醸し出していると評価した。音声についても批評家から肯定的な評価を寄せられており、ベインガンは音楽が映像と噛み合っていたと評価し、サンチェスは2についてサウンドデザインは今まで遊んできた家庭用ゲーム機の中で一番かもしれないと評している。サクンハイムは2の音楽と効果音を完璧だと評価した一方、マクドナルドは 古典的なホラー映画のような音楽だったと述べている。多くの非評価はインベントリのシステムについて否定的な評価を寄せている。サンチェスはプレイヤーがアイテムボックスからいちいち物を取り出す必要はないと述べこのシステムを苦痛だとしている。マクドナルドも同様にインベントリのシステムについて否定的な評価を下しておりアイテムボックスが 魔法のように相互に繋がっていて、サイズに関わらず、どんなアイテムであっても、同じサイズの箱に入っているという描写が不自然であるとした。DPS レビューにおいても、アイテムの所持可能数が少なくて、不要なアイテムを捨てられないという指摘が上がっていた。また、仕掛けの配置の不自然さについても指摘が上がっており、DPS レビューのレビューアーは、仕掛けの配置を忍者屋敷に例えたほか、 マクドナルドとマリゾンもこれらの仕掛けは警察署の外にあるべきものだとしている。ゲームウォッチの勝田哲也も不自然な仕掛けの配置によってレオンとの一体感が失われたと RE に開発スタッフとのインタビューの中で指摘している。サンチェスは一よりは仕掛けの配置は改善されたものの場数を踏んだゲーマーにとっては簡単すぎてつまらないだろうと述べている。サクンハイムは 2のプレイ時間が短く、各シナリオは、最後まで、カジュアルプレイヤーの心を捉えるだけの違いがなかったと、述べている。サクンハイムは、操作が簡単だとした一方、サンチェスは、銃器で照準を合わせるのに苦労したと述べている。この他にも、声優の演技が嘘くさく、洗練されていないという指摘があった。また、DPS レビューのレビュアーからは、 視点を切り替えると方角が分からなくなる点や移動のキーコンフィグができないといった指摘があり、総評にてシステムの改善があまりないという評価が下された。批評家から好意的に受け入れられた64版以外の移植版の多くは、プレイステーション版を上回る評価を得られなかった。ベイガンはすでに2を持っているプレイヤーに対し、ミニゲーム e b が収録されている。 デュアルショックバージョンを借りてみてはどうかとアドバイスを寄せ、これからにを買うことを考えている人には、デュアルショックバージョンをお勧めすると述べた。Windows 版の追加コンテンツについては評価された。一方、プレイヤーの任意でセーブできない点や背景がゲーム内の解像度に合っていない点を指摘した。64版は5 1 2 m b ットのカートリッジを2枚組の ディスクに収録されている点が技術上の実績として評価された。一方、テイラーはオリジナル版のシーンがロード画面として使われていたことを指摘し、カートリッジではありえなかったディスク特有の不利益だとした。ザ・フレッシュマンというペンネームを持つあるゲインプロのライターは64版で強化されたグラフィックについて評価した一方、 CG 映像が圧縮によって著しく劣化した点を指摘した。ゲームスポットのジョー・フィールダーはカートリッジ時代なら圧縮は珍しいことではないと述べた上で64番に EB が収録されていない点を指摘した。イグンのマット・キャサマシーナはドルビーサラウンドを採用した点を称賛し64番を2の中で一番素晴らしいバージョンと評価した。 ゲームレボリューションのショーン・スパークスは、ドリームキャスト版の効果音について評価し、キャラクターの CG モデルが少しシャープになったと述べている。一方、コンピュータービデオゲームズのスティーブ・キーは、ドリームキャスト版の画質の低さについて酷評しており、キャラクターが背景から浮いてしまい雰囲気が台無しになったと述べている。ゲームスポットのスタッフであるジェームズ・ミールキーは、 ドリームキャスト版について、買わなきゃ損というものではないとしつつも素晴らしい作品だと評価し、価格も安いから買いたくなるだろうと述べている。ゲームキューブ版については、値段が高く、グラフィックが時代遅れだと酷評された。それでも、ゲインプロの4イコールアイズドラゴンは全バージョンの中で、ゲームキューブ版のビジュアルが一番だったと述べている。デイビスと1 u p のマーク・マクドナルドは、 64版に収録されていたコンテンツがゲームキューブ版で削除された点について批判している。イグンのピア・シュナイダーはゲームドットコム版について不満をあらわにしており、部分的に2を再現しただけだろうと述べている。また、彼はグラフィックと効果音についてはオリジナル版に近づけようとしていると感じた一方、操作性がひどくもっさりしているため、 あまり楽しめたものではなかったと述べている。2は、発売から何年もの間高い人気を誇り、ファミ通の名作プレイステーションソフトトップ100で4位にランクインした。2は、エレクトロニックゲーミングマンスリー、イグン、エンパイア、ゲームインフォーマー、オフィシャル UK プレイステーションマガジンの名作ゲームランキングトップ100にもランクインしており、それぞれ62位、58位、 49位、34位、6位である。また、レトロゲームしレトロゲーマーの読者投票では97位にランクインしており、スタッフから長く続くバイオハザードシリーズの最高傑作だと多くの人々に考えられているというコメントが寄せられている。さらに、ゲームトレイラースのリメイクしてほしいゲームランキングでは4位にランクインした。 2の宣伝費には500万 US ドルが費やされた。2ではイタリアで10万件の予約を受け、1200万リラの利益を得た。発売日の週末において、2は38万枚を売り上げ、190万 US ドルの利益を得、北米においては最も早いペースで売れた。ハリウッド調の演出が購入者の目を引き、ファイナルファンタジー7と、 スーパーマリオ64の売り上げ本数の記録を破った。オリジナルの2はシリーズ史上最高の約496万枚の売り上げを記録し商業的な成功を収めた。また、1998年に発売されたデュアルショックバージョンは81万本を出荷。ありがとうございます。